2チャンネル解説者の西村博之氏が X を更新。リニア新幹線についての意見を投稿した JR 東海が、静岡県の川勝平太知事が反対して着工が遅れているリニア中央新幹線について2027年の開業を断念するとのニュースを引用。静岡県知事が難癖で着工を認めないのでリニアモーターカーの実用化は遅れています。外国人に対するアピールなど日本全体のプラスの影響は言わずもがなです。東海新幹線の乗客が減り、静岡で降りる人が減るから嫌だという静岡県知事の論理に日本中が足を引っ張られると指摘した。外国人が来日し、使ったお金が日本のお店に回って日本人の給与になり、日本人が豊かな生活ができるようになるのです。外国人が来たくなるような国にするのは日本人のためなのですとも投稿した。ネットユーザーからは、川勝知事をリコールしよう、日本のためになっていないなど厳しい意見が書き込まれています。